イマジンチャンネルファンの多種多様な視聴者の皆様、また現在初めて当動画をご視聴いただいた皆様、その他いろいろ、こんにちは。当動画ではイマジンチャンネルの創造動画第74弾、薬の飲み方によっては副作用が出る場合もあるというテーマでお授けさせていただきます。薬の飲み方によっては副作用があるというテーマでございます。よろしくお願いいたします。当イマジンチャンネル、恐れ入りますが画面何も映っておりません。画面何も映っておりませんというと誤解を招いてしまうと思いますけれども、 MP をまたは MP さん、 MP32 または MP42 というものしか、多分映ってないと思います。申し訳ございません。なんかちょっと画面 変じゃないですか、何やってんのだと特に思われてしまう方もいるのかもしれませんけれども、そんな中で そんな中ではそんな中ではございますが、せっかくご視聴いただいておりますの で、まあ、もちろん皆様の時間、これからやることがあるんでなど、そういうのもあるのかもしれませんけれども、できればご視聴ください。まあ、もちろん絶対ではありませんので、どうするかは自分で決めて大丈夫なんで、お願いします。では行きまーす。皆様、薬を服用したこと、まあ、飲み薬だけではありませんけど、病院の医師などから薬を勧められて、それを自分のから体に塗ったり、飲んだり、お尻から入れたりなど、そういうことをした経験はありませんかね、皆様。薬はやっぱり大変苦くて飲みにくい薬も多いから、なんかあんま飲むの好きじゃないんだよなーとか、薬の力で病気を治してもらうんじゃなくて、やっぱ自然に治るのが一番いいじゃんと思う方など、考え方はいろいろ、人によって全然違うと思います。で、そんな中なんですけれども、今回お届けいたしますのは、薬の飲み方によっては副作用かっこ出たらまずいような症状など、閉じかつけ子が出る場合だってあるんですよ、という、飲み方一つで変わってしまう場合もあるんですよ、という、定的テーマになりますので、よろしくお願い申し上げた。でね、皆様、薬はちゃんと用量を守って飲んでおりますか？例えば、まあ、これは例、もちろん例ではございますが、1日3回、朝昼及び晩、各朝昼晩ともに1日6錠とか、いろいろ書いてあるんじゃないですかね。まあ、錠剤の場合です。粉薬の場合は、ちゃんとなんか、容量を守りくださいとか。小学生未満の方は6錠、小学生以降の方は10錠とか。12錠とか。そういうような感じで、ちゃんと、それをちゃんと皆様持っておりますでしょうか。で、これは本当に例ですけど、これを守らないと、大変困ると思うんですよ。例えば、咳止め液で1日、必ずか、朝昼晩の1日3回服用、1回あたり1日3錠を飲みくださいませというのがあったといたします。朝も昼も夜もすべて3錠、つまり、計1日9錠、9錠、いわゆる9錠。9錠ってクレームの方ではありませんか？そういうなんか、
もうこれ嫌なんですけど何やったんですかとか、そういうような苦情ではあります。ご注意ください。9条のことで。9条とお伝えします。すいません。9条と間違えられる方もいる。9条。ま、この例ですとね、薬によってもちろん違うと思いますけどね。また、これは本当に錠剤の話なんです。粉薬、シロップ等です。そういう別の。それをさあ、例えば1日3錠なのに1日4錠飲むとか、場合によっては1日2錠しか飲まないとか、そういうこと。体に大変良くないと。ちゃんと容量をお守りいただかないと困るんですよっていうことで。で、その容量を守ったのに、別の、出ては困るような別の症状、いわゆる副作用が出てしまう場合は、必ずこれは私の提案ですが、どうするかは自分で決めて大丈夫だと思いますが、そういう場合は、ご指定の買った薬局または処方してもらった病院、場合によっては処方してもらった薬局にご連絡していただくことをお勧めします。その症状、ちゃんと容量を守ってるならね、容量を守ってても副作用が出た場合はね、ちゃんとその何日何回、一回あたり何錠、または何グラムなどな、または何ミリグラ、何ミリムラム、または何ミリリットル、または何リットル、何デシリットル、など、そういうのちゃーんと守って、てるのに副作用が出る場合はちゃんとこれ、まあ、私守ってるんですけど副作用でなんかまあ、例えば頭痛くなって、この薬のせいで頭、この薬のせいとは限らないかもしれませんが、この薬を飲むと必ず頭痛くなるんで、どうするんですかねとか、そういう連絡をした方がいいかもしれません。どうするかは本当に自分で決めてくださいね。私の言う通りに、全部私の言う通りにする必要は全然ありませんので、私の提案ということでよろしくご安心ください。はい。で、ですので、副作用には十分ご留意ください。別の症状などが出てしまう場合もありますので、まずは、そういう副作用などを防ぐ、100% 防ぐことはできないと思いますが、できるだけ防ぐにはやっぱり容量を守りください。今日はもうすごい咳がひどいから、咳止め3錠で書いてあるけど、8錠飲もうとか、そういうのは絶対やめてください。いくら咳がひどいからって、多ければいいってわけではありません。ご注意ください。まあ、咳以外も全部そうですけどね。もうひどいからなんか3錠だけど8錠、8錠飲んでもいいか、いいや、しょうが、もう、やっぱり、その方が治りやすい気がする。そういうの違いますからね。逆に多いと困る。多くても少なくても、ちゃんと容量を守らないとダメということを覚えておいてください。ひどい場合はそんなその薬を多く飲むのではなく、もっと強い薬。その症状に合った薬をお探しいただくことをお勧めします。ご注意ください。ということで、今回はイマジンチャンネルの創造動画第74弾、薬の 量によっては副作用が出る場合もある、ちょっと違うテーマだったらすいませんけど、そういうような感じのテーマでお伝えいたしました。最初に言った題名が正しいと思います。またタイトルも最初の本になっていると思います。すいません。では75弾の予告をさせていただきます。75弾はピアノレッスンを始める方、特にピアノレッスンを始める場合で緊張される方に、ちょっとしたアドバイスを、させていただこうかななどと思っておりますので、ぜひぜひお楽しみにお願いいたします。お願いします。ではですね、今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。以上をもちまして、イマジンチャンネルの創造動画第74弾を終了させていただきます。皆様最後にもう一度申し上げますが、薬の用量をしっかりお守りの上、飲む場合は、必ず服用をお願いいたします。塗り薬、貼り薬、湿布等もそうだと思います。それでは皆様、また次回の動画をお聞きいただければお会いしましょう。それでは引き続き皆様良い人生をお楽しみください。それでは失礼します。バイバイ。